何ヶ月だっけ、妊娠、はい、今8ヶ月8ヶ月ね、うん、じゃあ妊娠8ヶ月、を過ぎてもできる、腰痛の体操、マタニティ腰痛体操、腰痛のための、相対法をやりましょう。はい、でまずはじめにお膝の後ろを曲げて触ってみると、あ、さっきやっちゃったからな。でもコリコリします。でこのコリコリを取るために、ここはなんか足が突っ張ってくるなっていう症状をまず取りましょう。で足をまずこの辺ちょっと遠くから、はい、つま先上げて軽く押さえてあげて、ストンと落とす、軽く上げてストンと落とす、軽く上げてストンと落とす。ちょっと旦那さんに覚えてもらって毎日やりましょう。15分で終わるよね。5分で終わる相対。ぐっと上げて足をずらしてストン、ぎゅーっとつま先上げてストン、つま先上げてストン、はい、もう一回足をずらして、ここまで持ってくると、つま先が楽な人と、はい、下ろしてかかとが楽な人と、どちら楽？つま先が楽。でつま先上げてストン、つま先上げてストン、つま先上げてストン、かかと上げてみて、かかとが楽だったらかかと上げてストン、かかと上げてストンってやると、3箇所、1箇所、2箇所、3箇所を3回ずつやると、あら不思議、なくなっちゃう、コリコリが取れちゃう。で足を伸ばしてつま先を内側の下、はい、つま先を外側の上、これどっち楽？内側が楽、はい、楽な方に軽く押さえてストン、軽くこうちょっとこう抵抗をかけてあげるだけ、ギュッと戻さないで軽く押して、軽く押さえてあげてストン、はい、下げて軽く押さえて抵抗、テンションかけてストン、OK、軽くテンションをかけてストンってやるとグニュグニュになっちゃう。はい、内と外、これどっち楽？内側、うん、で内側に軽く押して、今度内側にお膝もこう入れてきてストン、お膝、足首とお膝のバランスを取ります。ストン、足首とお膝のバランスを取ってストン、そうするとクニクニになっちゃう。はい、反対、下げて上げて、足首のバランスを取りましょう。これどっち楽？内側が楽です。はい、楽な方にストン、楽な方にストン、楽な方にストン、はい、今度上げてみて、あ、いいかな、うん、で外が楽だったら外に上げて、ここで軽く押さえてあげてストン、ここで軽く上げてストンってやると同じように楽になります。はい、外と内、これどっち楽？内側が、はい、楽な方に軽くストン、軽くストン、もう一回軽くストンってやると楽になったかな。これも外が楽だったら外に開いて軽く押さえてあげて、さて外に軽く押さえてストンってやると外も楽になります。はい、膝曲げて、基本は痛い方に持ってかないで楽な方向を探して楽な方向に動かしてあげる。外に開く、内に持ってく、これどっち楽？外の方が、はい、外に押して軽く押さえてあげてストン、軽く押さえてあげてストン、残念ながら誰も押さえてくれる人がいなければ、ここに大きなクッションを置いて、クッションを置いてクッションに、はい、グーッと押してストン、クッションにグーッと押してストンってやると同じように取れてくる。はい、反対、内と外、これどっちがある？はい、外が楽な方にグーッとして開いて、痛くないところまで、この辺までストン、深く押してストン、はい、押してここで3、2、1ストン、はい、今度は、うん、大丈夫ぞ、もういい感じ、うん、これ例えば内側楽だったら内側から押さえてあげてストンと落とす、やればいいし、外でもここまでは楽だけど、こっちの例えば内側は痛い、外は楽でも、これここまで来たら痛くなっちゃったら、うんうんうん、ここで止めちゃう、はい、押してここでストン、ここでストンってやると、そうするとほら、はい、どうぞ、はい、で今度は両足揃えて、はい、
左に倒す、右に倒す。これどちら楽？左が楽ですね。うん、で左に倒す。ここでうーっと倒して、ストン。で本当に軽く手は、こっちの手は押さえる人は軽く添えて、ストン。はい。ちょっとテンションかけて、ストン。もう一回。ちょっと押さえてあげて、ストン。ってやると、あ、楽になったでしょ？はい。今度は、こう、左の腰下げる、右の腰下げる。これは？こっちが楽、はい、こっちにグーッと押して、押して、ストン。深く押して、ストン。深く押して、ストン。はい、今度は同じくらいやって、もう一回やってみようか。こう、こっち上げて、こっちは軽く押さえる。ストン。こう、軽く。ここでもいいです。ここで押さえる。もう一回押して。こう、膝を押さえて、こう、膝を押して、ストン。こう、軽く、ストン。ってやると、ほら。はい。はい、お腹引いて、お尻上げて、これと、これどっち楽？引いた方が。はい、引いてきて、ストン。はい、引いて、で、ここは軽くちょっと手を添えてあげて、ストン。はい、軽く、ストン。あと一回、軽く、ストンってやると、どう？動いてたね。やったね。で、これ反らすのが楽な人は、こう反らしておいて、軽く、この骨盤の外側を押して、ストン。ここで軽く、ストンってやると、これでも取れます、はい、そうするとほらぐにゃぐにゃはい、ここまでで大体5分、はい、でできれば今度足がむくんでくるんで足のむくみを取るのに、はい、今の相対法をやって楽な方に動かしながら、筋肉と筋膜の緊張のバランスを直してあげたら、その後に今度足首をこうやってぐる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 って回してあげるとすごく楽に血行が良くなってむくみが抜けちゃいます。気持ちいいでしょ。でこれも痛い方、こっちが痛いなと思ったらこっちの楽な方だけ回してもらえる、うん、痛くないですと、痛い方にギュ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 無理にやると、痛い痛いって信号が脳に行くと脳が危ないって感じるね。で危ないって感じた瞬間に筋肉を緊張させて守ろうとしちゃう、ね、硬くなっちゃう、うん、そうすると歪みがどん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 周りに広がっていっちゃうんで、痛い方に動かさない、痛い痛い痛いと思いながらさ、やっぱ例えばヨガとかさ、ストレッチングとか、痛いことを聞いてるような気がするじゃん、で頑張るじゃん、そうすると悪くなる、ヨガとかストレッチングも一緒で、楽な方を一生懸命で、痛いところは適当にっていうのがすごく大事。そうすると毎日やることで必ずヨガでもストレッチングでも、相対法と同じように良くなってくる。みんなね、いじめんの好きなのよ。痛いって言うからさそうすると筋肉が緊張して、あ、いいんだよ、すごく増えたね。毎日地区へ来ないかなと思ってるじゃん来ないんだな。はい、お疲れ様でした。はい、こんな感じで、マタニティにできる相対法、5分で終わります。ぜひ旦那さんと一緒に見て覚えてやってください。では